JR 西日本は来年の大阪・関西万博の開催に合わせて在来線で日本初の特別車両を運行すると発表しました。車両の側面などにカメラを設置し、リアルタイムの景色の映像を車内に貼り付けたおよそ900枚の LED パネルに映し出します。さらに AR 拡張現実の技術を使い、打ち上がる花火や食い倒れ太郎などを重ね合わせます。移動中に万博のワクワク感を演出する狙いです。